はい、HTT サーバーとクライアントです。はい、まず最初に HTTP サーバーについて説明していきます。Go で Web アプリケーションを作る場合、今回話すのはこっちの左側のサーバーの方ですよと。リクエスト、HTTP プロトコルで、リクエストを受けて、レスポンスを返すこっち側ですよという話ですね。で、HTTP については、皆さん知ってるかもしれないですけど、軽くおさらいすると、プロトコルで通信の決まりですね。HTTP に関してはですね、ハイパーテキストトランスファープロトコルで、Web のためのプロトコルになります。Web サーバーとクライアントの間のやり取りの方法を規定しているようなものですと。通常、ライブラリなどが分かりやすい形で提供してくれます。HTTP2 とかもですね。で、これ HTTP1 の1.1の、リクエストの例ですけど、メソッドがあって、リクエスト行があって、ヘッダーがあって、空行があって、ボディがあるみたいな、そういった感じのリクエスト、テキストベースのリクエストを、送りますと。で、レスポンサーも同じような感じですね。ヘッダーとかあって、ボディがあるという感じです。で、レスポンサー種類を表すステータスも一緒に返ってきます。で、ネット HTTP パッケージはこの HTTP というプロトコルを、の機能を提供してくれるパッケージになっています。で、大きく分けて2種類の機能があって、HTTP サーバーとクライアントですね。サーバーの方はクライアントのリクエストに応じてレスポンスを返すようなものになっていて、HTML を返せば、ブラウザで表示できたりします。で、HTTP クライアントに関しては、HTTP サーバーにリクエストを送り、レスポンスを受け取る側のことですね。で、HTTP を採用しているサーバーであれば別に Go で書いてなくても OK です。で、よく勘違いされるんですけど、サーバーとクライアントっていうのはマシンの話じゃなくてですね、役割の話なので、同じ、プログラムの中で、サーバーになったり、クライアントになったりということがあります。で、HTTP サーバーを Go で作るときの流れですね。HTTP ハンドラーを作成して、ハンドラーというのは一つの HTTP リクエストを処理する関数を作成します。だいたい、1リクエストあたりはですね、Go ルーチンで動きますと。なので、並行に動きますよと。なので、Go ルーチンとチャンネルは、私は作らないから関係ないわと思うかもしれないですけど、HTTP サーバーを、作ってる時点でですね、それぞれのリクエストは、並行に動く可能性が、並行に動きますと。なので、データの競合とかは起きる可能性があるので、ハンドラの中から、パッケージ変数を参照するようなことは基本的にやらないでください。やるとしたら読み込みだけやってください。またはちゃんとロックを取ってください。で、HTTP ハンドラーとエントリーポイントの紐付けを行って、エントリーポイントというのは、スラッシュインデックスみたいなパスのことですね。と、このパスできたら、この関数が発火するみたいな感じの紐付けを行います。これのことは、ルーティングということもあります。で、HTTP サーバーの起動を行ってくださいと。ホスト名とポート番号、ハンドラーを指定して、HTTP サーバーを起動します。Go ではですね、HTTP サーバーですね、こんな感じに簡単に書くことができます。1つ目の関数がハンドラーになっています。このハンドラーを使って、ハンドルファンクで、このスラッシュというパスと、このハンドラーという関数を紐付けしています。で、最後にリス&サーブでサーバーを立ち上げています。8080ポートで、HTTP サーバーが動いています。この最後の2行についてはまた後で説明します。HTTP ハンドラー。HTTP ハンドラーは引数にレスポンスを書き込む先のレスポンスライターと第2引数にリクエストを受け取ります。1引数がレスポンスライターで、第2引数、今言いましたね。このレスポンスライターっていうのを IO ライターを実装しているので、ふむとプリント F とか、あ、ふむと F プリント F とか、F プリントとか、そういったものが使えます。なので、こんな感じでハンドラー書くことが可能ですと。
で、HTTP ハンドラーはですね、実は、今みたいな関数ですけど、実際はですね、インターフェースとして定義されています。サーブ HTTP というメソッドを実装していればハンドラーとして扱われますと。HTTP ハンドラーはですね、HTTP ハンドルという関数を使って登録されますと。エントリーポイントのパターンと、HTTP ハンドラーを指定して登録を行うことができますと。で、どこに登録されるかというと、HTTP デフォルトサーブマックスという、ところに登録されます。で、この後、デフォルトサーブマックスに登録されるとどうなるかというのをまた後で説明しますと。続いて、ハンドルファンクですね。ハンドルファンクの方は、これは先ほどちょっとちらっと見ましたけど、第2引数がハンドラーインターフェースの値じゃなくてですね、関数になっています。こちらも、デフォルトサブマックスに登録されます。で、サーブ HTTP と同じ引数であることにを注意してください。HTTP ハンドラーファンク。HTTP ハンドラーファンクはですね、これはインターフェースのところで見たと思うんですけど、関数にメソッドを生やしてインターフェースを実装しているパターンですね。サーブ HTTP というメソッドを生やしているので、ハンドラーファンクというのは、HTTP ハンドラーを実装していることになります。で、ハンドラーファンクは実際何やってるかというと、引数で受け取った関数をハンドラーファンクにキャストしてですね、HTTP ハンドルで HTTP ハンドラーとして登録していますと。ものすごくややこしいですけど、ハンドラーって言ってるのは登録されるものに関して言っていて、ハンドルは登録する関数のことを指しています。ER がついてるか、名詞か、動詞かの差ですね。で、先から出てくるデフォルトサーブマックスっていうのは何なのかっていうと、デフォルトサーブマックスは HTTP サーブマックス型の変数になっていますと。HTTP サーブマックスはですね、複数のハンドラーをまとめるようなマルチプレキサになっていて、パスによって使うハンドラーを切り替えてくれますと。こいつ自身もですね、HTTP ハンドラーを実装しているので、 HTTP ハンドラーを渡すところでは渡すことが可能ですと。 HTTP ハンドルと HTTP ハンドルファンクはですね、デフォルトの HTTP サーブマックスである HTTP デフォルトサーブマックスを使用していますと。で、HTTP サーバーの起動ですね。Listen and Serve という関数を使います。第一引数でホストとポート番号を指定しますと。ホストを省略した場合はローカルホストになります。第二引数で HTTP ハンドルを指定しますけど、NIL で省略した場合は、HTTP ハンドルファンクなどで登録したデフォルトサーブマックスが、使われますと。なので、基本的に Go の HTTP サーバーには1個のハンドラーしか設定できませんと。ただ、サーブマックスを使うことによって、1個こう、1つのハンドラーにこうバンと来たやつから分岐して、他のハンドラーにお任せするってことができます。で、ちなみに、同じような作りでルーティングを行うような、ハンドラーを、ここに入れることが可能です。HTTP ハンドラーを実装しているので、ルーターと呼ばれる、その、マルチプレキサみたいな、こういったサーブマックスみたいな型をですね、外部ライブラリで提供している、サードパーティーライブラリで提供する場合があってですね、それをここに突っ込んでも大丈夫ですと。その場合は、デフォルトサーブマックスじゃなくて、ここに突っ込んだ、ハンドラーが使われます。